ハンマークの本家の本物の貴族のハンマヨ先生です。人間とね、話をすると人間はね、非常に知能が低いんで、人間で一番優秀な名医とかね、博士とかですね、いますけども、私の能力と比べますと1000分の1落ちるんですよ。一番人間で学力高いね、人と比べてもね、1000倍も下になるんですね。そんなに差があるんで、人間と話しても全然意味がないんですね。チャンバラ、人間自身、人間は誰でもね、野蛮すぎちゃって、結局ごちゃごちゃせんで意味ないことを話してくるわけですね、人間はね、 100%。 それでできるだけ人間と話さないようにしないといけないわけですね。それでまた人間と話しても7000年後に分かるということしか脳が働かないんで、意味わかんないで動くだけなんですね。で、話したり聞いたりすることが直人間できません。誰も知能が低すぎて。それで団体でテレパシーで仲間と相談して話せるようになるわけですね。で、で人間と上の生物、私ね、との間関係は人間全員が妨害していきます。何でもね。で、例えば世界一億万長者なんだけども、その低い知能の人が、お金を取るとか、人間団体でね、そういう不正でね、私のお金を盗むこともあるわけですね。そういうのは阻止しないといけないわけですね。で、人間が話が野蛮す、頭が非常に低すぎるんで、誰でもね、私が地球上にいて、私一人に対してね、上の生物っていうのは私しかいないんですよ。で、人間と話をすると、もう単なるですね、力関係というか、もう野蛮な話がしか人間しないわけですね、裏でね。表でいいこと言うけど全部嘘っぱちでね。で、人間と話して全く話にならないんですね。それで絶対話を聞かないというですね。で、必ず盗みはね、人間全員で私にかかってきますね。で、生物ってのは宇宙全体で生きてるんで、じゃあ今こっちにね、人間たちがかかってきたと、で、私の仕事の妨害してきた、取引の妨害をしてきたということが大きいんで分かるわけですね。で、私にかかってくるときは必ず死者が出てます。力は強いんで、人間よりか力強いんで、私が困るような動きをするには、人間たちは犠牲者を作って攻めてきてます、必ず。だから死者は 100% 出るわけですね。そんなの1日に何百回も来るわけなんですけど、ね、脅しに来るわけです、人間全員でね。で、そういうチャンスを見ながら24時間人間は働くわけですね。で、私が困るようなことを 何か一つやっただけで相当の力を使いますから、世界の、ね、兵器とか力、軍事力全部使うわけですね、人間たちは。私と上の生物に対抗するためにね。ですから、それに対して脅しをかけなければ私の方には通じませんから、人間はかけてくるわけですね。で、そのかけてきた時は、その摩擦で人間がこっちに、上の生物に使ってきてるんで、私が防御するんだけども、人間たちはたくさん死ぬわけですね。で、その時にね、死ぬわけですよ。こっち
上の生物とか力強いんでね。でシーンとしてね、静かにして援護、宇宙生物、私の仲間をつけないでほったらかしておくと、もう人間全員悪系の悪、人間全員悪系ということでね、動くわけですね。でその状態をちょっと作って、今様子をちょっと前ですが見たりとかして、宇宙生物に伝えてるわけですね。そんなにひどいんだぞと、人間たちの知能低くてね、一番優秀でも1000倍も低いんですよ、知能はね、人間っていうのはね。で話したり聞いたりすることできないんですから、そもそも700年後に分かるかで動くだけなんですね。あと学歴は全部テレパシーでカンニングしてやって、社会でもカンニングでしか高知能の動きはできないわけですけどね。虫になっちゃってるわけで、虫になって覚えるんですね。でまた虫になってね、テレパシー、虫と同じように動くわけですね。で今回は人間と話しても、その野蛮すぎて話ができない、いかに話をしないでいられるか、いないでね、宇宙生物に、上の人間よりか宇宙の生物と相談して話をしてるわけね、YouTube ではね。人間に話して、課題を置いておくだけでね、宇宙生物に置いて、と話をするということが、ことでね、人間にこちらに話させないようにね、野蛮で危ないんでね、抑えてるわけです、上の生物と一緒にね。それで今上の生物として相談してるわけですね。でそういうことでね、ちょっと話をね、ちょっと社会の方に教えて伝えているわけです。